おはようございます。吉谷さん、速稼塾の久保でございます。今日億万長者合宿リメンバー第346話あと7人というタイトルの動画ですけども、4回視聴になってますね。いよいよね、再生数が1に近づいてまいりました。理想の再生数ですね。まあ大体ね、その YouTube の動画ってのは再生数を増やそうとするがあまり、自分に興味のない話題とか、それからね、多くの方がフックするタイトルとかをやっぱ戦略的につけがちなんですけども、このね、力のなさいいですね。億万長者合宿と、本当に1億円稼ぐための、億万長者になるためのきっかけをつかみたいだけ人だけがこの動画見ればいいよ、そしてきっかけをつかんだらもう動画見なくていいから行動しましょうっていうね、まあそういうコンセプトが入ってると思いますけども、まさにね、億万長者になりたいよって方が少ないのか、それとも億万長者になるためのきっかけをつかんだのか、どんどんね去っていくと。まあ場合によってはね、数千人っていうね再生数があった時もありますけども、まあ今はね再生数がないということでございます。で、今日のね本題になりますけども、山本太郎さんの話題をね久しぶりに出していこうかと思うんですよ。山本太郎さんが都知事選に出馬されるということでしたよね。で、こう地方債を15兆ぐらい切って、でそれを都民に配っていくと、中小企業者を救っていくということなんですけども、これは非常に魅力的な話ですよね。はっきり言ってね、一つの都道府県がこういうことができるってことは、やっぱり財源論から根底からね、考え方を変えれば国もできるってことなんですよ。これは大西恒樹さんも言われてましたけども、これ令和新選組っていうのはね、やっぱりね筋金入りの対極なんですよね。今自民公明っていう政党がありますけど、それとはね対極なんですよ。全く違います。で、野党ってのははっきり言って野党、党としては役に立たないもの、ガラクタばかりですね。で、野党に入っている個人個人では、山添拓さんとかね、小川淳也さんとか、山尾しおりさんとか、ものすごくね異彩を放ってる方、能力の高い方いらっしゃるんですよ。でもこの方たちっていうのは、政権のスペアとしてね、他の政党が強くできないだろうかっていう、そういうね思いがあるのかなと思ったら、すごいなと思うんですよ。自分の出世とか自分の利益のことを考えれば、自民党に入ってね、まあ河合案里さんじゃないですけども、何かと演じることができるのに、そうじゃなくて自民党が信頼を失った時に、自民党が与党としての力を失った時に、そのスペアとしてどっか他にもこの国を運営するキャプテンがいなくちゃいけないんじゃないかなってことで、まあ、自らね野党ってものに入っていくと、そして与党をこう追求していくというね、そういうところがねすごいなと思ったんですけども、まあまあ、その山本太郎さんはその一つの党として全部でね、全てをこう覆そうとしているところに、まあ、山本太郎総理大臣っていうものを、ね、目指すわけなんですよ。山本太郎さんっていうのは南の帝王でね、万田銀次郎の射程もやってた、まあ、演技派なんですけども、その、中堅芸能人としてのね、その立場を捨ててまで今、まあ、反原発とかね、それから人権とか貧困問題とか、もうあらゆる角度から私たち国民に寄り添ってくれてるんだろうなと思います。私も非常にね、好きな方ですよね。で、今日の結論なんですけど、山本太郎さんの魅力、それはですね、この億万長者合宿とつながるんですよ。山本太郎さんは一問一答なんですよね。どんな方からの質問もきちんと答えるんですよ。どんな方からの質問もですよ、きちんとですよ。でも予算委員会などを見てみますと、安倍総理もね、それから麻生財務大臣も、その他の森法務大臣もそうですけども、質問に対してはぐらかすばかりで全く答えないんですよね。全く答えないってことを国会でやっている、本当にねもう困ったもんなんですよね。その結果が今のこの日本の不況とかね、不安を招いていると言ってもいいでしょう。何も解決しないわけですから。で、それはね小池都知事も一緒で、東京アラートはいいんだけどもね、何なんだろうなって形ですよね。もうめちゃくちゃなわけですよ。もう自分の選挙のことしか考えてない、自分の次の給料のことしか考えてないわけですよ。ともすればね、都知事を選挙で落ちたという恥ずかしさから逃れるために、もう当選することしか考えてないんだろうなと思うわけなんですよね。はっきり言って東京はこの小池さんにお任せしていたら、今まではね仕方がなかったんですけども、このね感染症という危機に際しては全く役に立たない人だったということなんですよ。で、リーダーっていうのはピンチに陥った時に何ができるかなっていうのが、まあ、進化が問われる時だと思いますし、リーダーに限らず一人一人の個人っていうのもピンチの時にこそ自分が分かるわけですよね。で、私はねこの東京都知事選、
まあ、堀江貴文さんの出馬がどうなのかなっていうことと、立花孝志さんがどうなのかなと、この辺もね、すごくね、楽し面白いなと思って期待したんですけども、山本太郎さんが東京を仕切るんだったら、そしてそれをね、足がかりに、経済ってものを変えてくれるんだったら、MMT 理論っていうのをね、ぶち込んできて、で、そこにですね、この日本というものに対して新しい舵取りをしてくれるんだったら、その段取りとして東京都知事に出ていただくのはもうすごく大歓迎なんじゃないかなと思うんですよね。まあ私も東京にね、住民票を移したいぐらいですよね、これはね、風が吹きますよ、だから東京都民の本当にね、自分たちの住む街を思う気持ちがどこに行くのか、小池さんでいいのか、それとも他の誰かなのか、山本太郎さんに新しい時代を任せるのかね。山本太郎さんといえばね、ロスジェネ世代で本当に、私たちと同じ年代でね、稼いでも稼いでもお金がないとか、まあ本当にこの平成貧困物語、失われた20年30年の救世主じゃないかなと思うぐらいなんですけどね。まあもちろんね、私がねこういうふうにして先導してるわけではないんですけども、素直に私は東京という街はもうね、今までの延長線上にある考え方では救えないと思ってますし、それから億万長者になるってことも今までの人生の延長線上では全く実現できないと思っております。まあですので、脳みそをねすげ替える必要があります。まあそのためにもね、脳みそを入れ替えられるような情報を受け取って、そして、情報発信をね繰り返す必要があると思います。山本太郎さん、いってらっしゃい。